横分横分は、柔道の投げ技で横捨て身技の一つ。行動間、国際柔道連盟での正式名。愛不略号は基本型は、相手の横に踏み込み、大外の体勢から、体を横に開くようにして、倒れ込みながら投げる技。右組の場合、技を仕掛ける側は相手を前、または、 右前隅に崩し、樹の正面から外れるほど大きく鳥の左側に、左足、右足の順に踏み込んながら、右側に倒れ込み、樹の前方に投げる。1926年の柔道の技術書、新式柔道で、金密や一兵衛は、横文について、理論に走り実際に適せぬ技、または妙味に乏しい技、だとして、掲載を省略した旨、記載する。 1982年、行動間柔道の技名称投げ技が制定されると、横文は含まれていた。い,い原井の上は1996年10月4日、高楽園、ホールシュート工業での中井勇気とのブラジリアン柔術、エキジビジョンマッチで開始早々、この技の基本型を鮮やかに決めた。一部メディアはこの技を、腕返しと少し誤った表現をした。 小外の体勢から、体を横に開くようにして、倒れ込みながら投げると、浮き技になる。腕返しは、鳥は、左手で樹の右液下か,から右襟もしくは、左襟を取り右手で樹の右手の袖口付近をつかみ、鳥は、自分の左腕に、樹の右腕を巻きつけるようにしながら、基本型と同様の足運び、体の捨て方で樹を投げる横分。この時、 鳥の左内中を支点にして、字の右肘関節を取ることができ、関節を極めながら投げた場合は反則ではない。大会でも関節技とみなされるため、投げ技のスコアは入らない。関節を極めながら投げた場合、腕ひしぎ袖返しとも呼ばれる。行動間ルールでは関節を極めずに投げた場合は、投げ技として、スコアが認められる。行動間の決議には、 腕返しという技名は存在しないため、このスコアの技名は横分となる。2004年現在、国際ルールでは関節を極めずに腕返しはできないと考えられていて、反則ではないがスコアは認められない。また、2018年から立ち姿勢の相手への関節儀は指導以上の反則となった。このままだとすると2018年は、 すべての腕返しは反則ということになる。だが2018年世界柔道選手権大会で、ルーカス・ロイターは、対エストラーダ・マグディエル戦で腕返しを2回試み、出身の天野明子は2回とも、指導は出さず1回技ありを宣告をするという、国際ルールも、上述の行動間ルールと同じように腕返しも、関節を極めずに投げてる場合があるという考え方に、 なったと思わせる振る舞いをロイターとアマノはした。アイフも技名を横分とした。グランドスラム大阪2019でも腕返しに技ありのスコアが与えられている。しかし2020年1月までに立ち姿勢での腕返しは指導の反則と明確になった。7大学柔道では反則ではないがスコアは認められない。連絡儀としては 倒れて、仰向けになった相手の襟を持った釣り手の腕を伸ばし、相手の手首を持った引き手で、相手の腕を伸ばし肘関節を極める寝技での腕座手、方がある。別名袖斜辺、袖取り返し、袖返し、腕取り返し、アームリバース。とも文は相手を手前に押して、自らが支えになるようにし、仰向けに倒れるシンステミ技。直立の姿勢から詐称を、 相手の後帯あたりに当て、右手で、相手の左袖、または左肘を取りながら、左手で、相手の後腰と左腕を手前に押す。相手が倒れまいと少し相手が足を前に進めたとき、仰向けに倒れ相手を真後ろに投げる。横分と同じ利号で行われる。五の形の三本目でもある。横分の基本型と異なり新捨ステミ技である。別名別。別れは、 釣り手で相手の脇をすくっての横分、ありがとうございます。